ピアノのレッスンどうだった？難しい曲だから全然弾けなかった。先生怒ってたかも。ヒサメは才能があるんだからすぐ弾けるわよ。そうかな。結局子供は綺麗な水を与えればまっすぐ成長するんです。あ、お父さんまたテレビ出てる。局の人がお父さんを気に入ってるらしいの。お父さんの本もテレビの影響でたくさん売れてるんですって。私のピアノの才能とお父さんの頭脳を受け継いだヒサメ、将来が楽しみだわ。その後私は名門中学に進学したが、やばい、全然勉強についていけない。ヒサメ、テストどうだった？いつも通りかな。空も他の子も成績上位ばっかり。こんな点数見られたら嫌われるかも。私学校の勉強ついていけないかも。ヒサメは俺の子なんだ。諦めなければいずれ伸びる。そうよ、ヒサメはピアノの才能もあるんだから落ち込むことないのよ。何のアドバイスにもなってない。努力はした、諦めなかった。でも学年が進むにつれ成績はどんどん低下。なんだこの成績は。これでも頑張ったんだよ。努力が足りないんだ、甘えてるんだよ。ピアノもやめさせろ、勉強の邪魔だ。それとこれとは別よ、ヒサメはピアノが好きなんだし。コンクールで入賞もしないなら無駄だ。お父さんって怒鳴るだけで具体的なアドバイスくれないよね。なんだと？勉強についていけないって前から相談してたじゃん。何もしてくれなかったくせに今さらお母さんに八つ当たりしないでよ。生意気なことを言うな。お前が落ちこぼれだって世間に知れたら父さんの活動にだって支障が出るんだぞ。そう、全部私のためじゃなくて自分のためなんだね。もういい。ヒサメ、放っておけ。全く努力もせずに口だけは一人前で。勉強もピアノももう嫌。私は親のアクセサリーなわけ？あんな人たちのアクセサリーになんかならない。数日後、ヒサメ、なんだその格好は。私の自由でしょ。勉強する格好じゃないだろ。ピアスなんて開けて校則違反じゃない。だから何？私自分がやりたいことをやるから。親に養ってもらってる身分で何を偉そうに。高校受験だって控えてるのよ。内心に影響したら。いいよ別に、もうキュン校行くし。なあ、あんな底辺校絶対ダメだ。不良の巣窟じゃない。私が行けるのはそんな高校しかないの。そんな私を育てたのは他ならぬあんたたちってこと忘れないでよね。ああ、ヒサメはもうおしまいだ。あなたしっかり。そして私はモキュン高校へ進学。先生、分数って何ですか？やべ、俺の名前の漢字忘れた。噂以上にヤバいのしかいない。名門中学でも不良高校でも私の居場所はないんだ。ねえ、あんた顔いいじゃん。今日うちら先輩の車乗るけどついてこない？絶対話合わない。行くわけないでしょ、無免だったらやだし。おい待てよ、仕方してんじゃねえよ。さっきの態度謝れよ。しつこ。あれ、ヒサメ。そら、そっか、名門校に進学したんだ。高校にヒサメがいなくて寂しいよ。中学のみんなも会いたがってるよ。あれって中高一貫校の制服ってことは、ヒサメって名門中出身だったの？マジウケる。落ちぶれてもうキュン校に来たんだ。こいつ見た目だけでただの真面目ちゃんじゃん。なんなのあの人たち。いいよどうでも。あのヒサメの顔最高だった。待って、今ヒサメの名前でググったんだけどさ、あいつの父親テレビとかに出てるゲンじゃん。マジ芸能人の娘ねえ。やば、面白そう。翌日、おいみんな面白いことになってんぞ。漢字読めないけど漢字がいっぱいだ。ヒサメの真実、勉強ができなくて名門中から追い出された落ちこぼれ。マジかよ、なんでゲンの娘がうちの高校いるわけ。テレビで偉そうに言ってるくせに娘の教育失敗してんじゃん。くだらない、
こいつらもうちの親も相手の表面しか見てないんだ。おい、なんか反応しろよ。あんたらと話したらどレベルになる。お断りよ。はぁ、あ、てめえすかしてんじゃねえよ。話してよ、言いたい。生意気なんだよ。やれやれ。何言ってるんだ、やめなさい。やば、逆三角形のコーチだ。不良30人をまとめて縛り上げた。あの先生から連絡が来て顔から火が出るかと思ったぞ。怪我させた子に今から謝りに行け。なんで、殴られたのは私。私は自分を守ってただけ。どうせお前が相手に失礼なことを言ったんだろ。原因は久めにあるだろ。私は何もしてない。なんでそうやって決めつけるの。今は学校の中だけだが、これが大事になれば全国ニュースになる。その前に止めないと講演もコメンテーターも打ち切り、本も返品。一生自分のことだけ心配してれば。なんだと。学校で皆さんに謝罪するまで部屋から出るな。誰が謝罪なんか。ひさめ、何勝手に入ってこないでよ。明日学校で謝罪しましょう。お相手のご家族がいらっしゃるそうなの。やだよ。今我慢すればきっといいお友達ができるから。ひさめには学校生活楽しんでほしいの。翌日。こんな騒動はごめんですよ。ただでさえ娘には困ってるのに。呼び出されて来てみたら、まさかあの源先生の娘がこの学校にいるなんてね。私の不行き届きです。申し訳ございませんでした。何これ、向こうの親じゃなくてお父さんがみんなを呼び出したの。そんなに周りにいい顔したいわけ。私の気持ちを全部無視して。じゃあひさめさん、握手をして仲直りを。いやいや、おい。ああ、どうせこんなことだろうと思った。校長、うちの娘もまとめて退学にしてください。こんな高校に通わせるなんて恥さらしです。どうか穏便に。このお前のために父さんがどれだけ。どれだけ何、全部自分のためじゃない。まだ口答えするのか。あなたもひさめも落ち着いて。自分がどれだけ父さんに従っても全部自分がすごい、自分の教育のおかげって私のことは褒めてくれないじゃない。ひさめ、勉強もピアノもやりたくないのに、お前は頭がいい、才能があるしか言わないで話も聞いてくれない。私はあんたたちのアクセサリーでもお人形でもない。これ以上私の感情をなかったことにしないで。この出来損ないが。やめて、全て私の責任です。ひさめは何も悪くありません。母さん、行きましょう。ひさめ、おい、謝罪はどうなったんだよ。たく、こんな高校行かせるんじゃなかった。どうしようもない娘を持つと大変ですね。ねえ、うん、ひさめがピアノを嫌がってたこと気づいてた。でも楽しんでるかもしれないって思い込もうとしてた。学校に謝りに行こうって言ったのも自分のためだった。ひさめの気持ち無視してずっと我慢させてごめんね。10年遅いよ。本当よね、今さらこんな。まあでもさっき守ってくれたことはありがとう。お父さん帰ったら怒り狂うだろうな。だる。そうね、だからしばらくお母さんの実家に行かない。え、学校は行かなくていい。気の済むまで休みましょう。お父さんから離れてひさめがしたいこと思いっきりしてほしいの。急に言われても。でも半月後。うらは先生、さようなら。また来週ね。なんかごめん、私のせいで急にピアノの先生なんて。久しぶりに働くのも楽しいわよ。それにこの辺は教室がなかったからみんな嬉しそうだもの。うらはのピアノを弾くのも久しぶりね。ひさめも習ってたでしょ。弾かないな。母さん、ひさめはもう弾きたくなったら弾くかも。でも今は他にやりたいこと探し中。うん、にしてもあんたたち、ケンさんと離れてよかったね。あの町にいたら巻き込まれるところだったわ。父は今何者かのリークにより教育者としての立場を失っていた。以前教育虐待が機能不全家族の特徴とおっしゃってましたよね。奥様と娘さんは出て行かれたそうですが、今どのようなお気持ちでしょうか。うるさいうるさい、帰る。
今父は返品の本の山に囲まれ、番組やイベントのキャンセルによる損害賠償を必死に払っている。どいつもこいつも話も聞かずに文句言うんじゃねえ。俺はマスコミのおもちゃじゃねえんだぞ。最後まで私の気持ちが父に届くことはなかったようだ。でもいい、父と母は離婚し今はもう他人なのだから。今日は何しよっかな。うん、イサメ、あんたたちなんでここに。学校は私ら今停学中なんだ。イサメに手を出したのは私らの方、張り紙も私らの仕業だって学校に言ったの。なんでそんなこと。あの日イサメがお父さんに言った言葉が忘れられなくて。イサメのことただのお嬢様だと思って嫌がらせしてごめん。実はテレビ局とかネットにイサメの親のことリークしたのうちらなんだよね。あの日校長室の会話録音してたんだ。イサメの出現が取れればいいなって思ってたんだけどね。やっぱあんたたちとは関わりたくないわ。ちょっと勝手に流出させたのは悪かったと思ってるよ。でもテレビとかからお金はもらってないし。ありがとね。あの男の化けの皮が世間に知れて超すっきりした。あの顔見たくないからテレビも見れないし本屋にも行けなかったの。本当助かった。よかった。私らもああいう大人大嫌い。自分の子供を出しにしてチヤホヤされてさ。私なんか親戚の集まりの時存在隠されるんだよ。私も海外留学に行ってることになってんの。ひどい。あんたたちの親も最低じゃん。だから書き置き残って家出してきた。今スマホに鬼電来てるけど無視してる。いい君。それはいいけど夜はどうすんの。コンビニとかネカフェとかあるっしょ。こんな田舎にそんなものないよ。てか最終の電車も多分行っちゃったし。嘘。どうしよう。野宿うちに泊まっちゃえば。お母さんとおばあちゃんに聞いてみる。多分オッケーしてくれるよ。いいの。お邪魔します。